戦う4コマアニメ僕はマジャレ第155話3人よれば文殊の知恵。スカさんや。は、黄門様、何でしょう。なんか恥ずかしいから黄門ではなく五郎光と呼びなさいと言っておるじゃろう。すみません、五郎光様、何か。いやー、田舎の空気は美味しいの。そうですな。五郎光様、お腹が空いてきたんだな。おお、国さん、そうじゃな。ではあそこの茶屋で休むとしよう。娘さん、団子を4つくだされ。あら、嬉しいこと言ってくれちゃって。五郎子、そろそろメガネが必要ですな。ああ、どうしたらいいもんだか。スカさんや。は。どうかなされたのですか。いや、お代官様に役人に取り立ててやるから街道の一等地にあるわしの畑を譲ってくれって頼まれて。これはしめしめと思って畑をあげたはいいが、役所からは一向にお取り立ての連絡が来ない。しびれを切らして役所に出向いたのですが、そんな約束はしとらんと言われて帰ってきたのですじゃ。お代官様はもう健康ランド作っちまったし、わしはどうしたらいいか。そこの他の？そうですじゃ。なかなか良さそうじゃが。しかし、お主がうまい話に乗ったのが問題だから仕方ないの。お代官様を懲らしめてくれるんじゃねえのかい、お侍さん。なんで、これはしめしめって言ってたじゃん。それはちょっと思っただけで。まあ良いではないか、スカさん。ところで、お主の名は何というのじゃ。ジンベエですじゃ。そうか、ジンベエさんや。その代官の屋敷はどこにあるのじゃ。この道をまっすぐ行って交差点を左に曲がったところですじゃ。そうか、わかった。ありがとうございますじゃ、お侍様。よし、スカさん、国さん、そこの健康ランドで一泊じゃ。そいつはいいお考えで。屋敷の場所は聞いただけかい。続く。